もちょもくるちょもちょも今日はいい日だね。サノちゃんシンプルに見てるくるぶしです。ちまですキュー、行きますね。本当にいい天気ですよ今日も。暑いわ。今回の動画は今日ですね、久しぶりにカメラ系の動画をやっていこうかなと。最近あのちょもちゃん、ね、あの個人配信でも、はい、カメラ講座とかやってるじゃないですか、はい、やってますね。確実にこうお客さんがカメラに興味を持ち出してますよね。そうですね、もうみんなカメラに興味を持って、くるちょもミーティングでは全員がもう本当にこういう感じということでね、これからも布教活動をしていこうかなと思うんですけども、本日はですねレンズを1本紹介したいんですけども。レンズ、はい、富士ユーザーさんからするとちょっとあれの話なんですけども、みんな大体やっぱそうカメラを始める時って、うん、ミラーレスとかで入門カメラになってくると、うん、他に求めしやすいのがセンサーサイズが APS-C のカメラが多いと思うんですけど、はい、僕もソニーユーザー、うん、でまあ、キヤノンだったりニコンだったり、うん、まあ、そういったユーザーの人たち憧れるのはやっぱフルサイズ、うん、はぁそうですね、まあ、ちょっとソニー限定の話になってくるんですけれども、うん、今っていうならアルファ6400とか6600とか、うん、6500とか、まあ、6100とかも、はい、あの辺のアルファシリーズのミラーレスを買ってフルサイズに移行してから出番が少ないぞ、あーでまあなっちゃうと思うんです。どうしてもサブカメラになっちゃうと思うんですよね。そんなあなたにだったらこいつをつけりゃいいじゃねえかというレンズを紹介したいと思います。それがこちらです。おい、SEL70-350G G レンズね、はい、こちら 70mm-350mm すごいね、中望遠から望遠のレンズなんですけども、うん、フルサイズ換算すると 105mm から 525mm までカバーするっていうレンズになりますね。でやっぱりフルサイズに移行した人も望遠レンズっていうのはなかなか手が出ないと、高いですもんね。400超えのレンズになってくるともうえぐい値段になってくるので、そこで登場しますがこうやつでございますね。本当に、ま、もうめちゃくちゃ望遠ですよね。で G レンズならではの解像度、うんうんうん、70mmミリスタートなので、うん、中望遠スタートであるものの、うん、広角だったり、うん、まあ、標準域だったりっていうのは、あなたたちもフルサイズ買ったんならそっちでやってんでしょっていう話なので、 APS-C 機は望遠用と割り切って使うならこの1本を激おすすめしたいです。ああなるほど、はい、珍しい、そんなにおすすめするので、まあ、ちょっとどんな画角なのか、うん、まあ、どんな絵が撮れるのかっていうのも踏まえつつ紹介していこうかなと思います。ということでいきましょう、はい、レッツゴー。じゃあね、撮っていく前に軽くレンズのスペックですね、はい、ざっくり説明していこうかなと思うんですけども、スペックですね。そうスペックスペック見たことないけど、ごめんねまず焦点距離は言ったんですけど、絞りが 4.5 から 6.3、うん、そんな明るいレンズではないです。まあ、でも望遠レンズってそういうもんやんいきなり距離が近くなった70mm の時は F 値が22まで絞れて、はい、350までいくと32まで絞ります。絞り針は7枚なので、うん、一応円形には絞れるっていう感じですね。最短撮影距離、はい、こちらですね 1.1m から 350mm した時が 1.5m、 なのであんまりヨレはできないですね。そうですよね、うん、フィルター系がですねみんな大好き 67mm なんです。はい、もうねみんな好きでしょ67mm 多いんですよね 67mm 系のレンズって。だからフィルターとかが使い増しできて、うん、今めっちゃ便利なマクロフィルターとかもあるんですよね。おお、マクロっぽく撮れるやつ。そうだからこのヨレないレンズがヨレるようになったりする、うん、なるほど、そういう使い方もできるよっていう感じですね。でこれがまたレンズ内手ブレ補正もあると。あ、すごいですね。はい、だから6400は本体に手ブレ補正がないので、うん、こっちのレンズの手ブレ補正で少しはカバーできるよっていうことですね。すごい。一応レンズ自体の重量が 625g、 まあまあ重い。ああそうですね、 625g だから6400と合わせてちょっと1キロちょいですよね。まあでも 525mm まで望遠できるものとしてのこれは1キロで済むっていう、でかくはあるけどそれでも望遠レンズって考えたら全然コンパクトな方です。逆にめっちゃ軽かったら心配になる。そうですねスペックとしてはこんな感じですね、はい、なるほど、はい、はい、まあ、ちょっと一回、うん、まあ、どんな写真が撮れるのかっていう、うん、広角の写真とかとも合わせてね同じ位置から撮ってみて、あーいいですね、どんぐらい差があるのかっていうのもちょっとやってみようかなと思います。はい、まずはこの、うん、この直線の道を、はい、ちょっと撮ってみたいと思うんですけども、まずちょっと 70mm 一番、まあ、このレンズでいう広角側からちょっと撮っていきたいと思います。次は、
350mm、はい、一番望遠側にして撮ってみます。で、せっかくなので圧縮効果とかも見たいので、今ちょっとこの視点からの撮ったんですけど、あの一番前にあるあの樽の花壇、あれを被写体としてちょっとしゃがんで撮ってみます。でちょっと 70mm から、はい、350mm、 こんな感じです。一応同じ距離からで広角でどんな画角で撮れるのかっていうのも、ちょっと見てもらいたいので、カメラ違うカメラになっちゃうんですけども、クリちゃんが持ってる XS10 に、標準のキットレンズ、15mm45mm で 15mm と 45mm の画角でちょっと撮ってもらおうと思います。じゃあ、15mm、 次45、はい、45mm、はい、こんな感じでございます、はい、一応しゃがんで、はい、あれですね、あの前の樽を狙ってもらってもいいですか。はい、じゃあ15です。はい、じゃあ45です。 OK。 はい、ということで、あ、こんな感じのね、画角だったり写真だったりになるんですけれども、素晴らしい。いや、いや、実力見ましたねこれ。まだ見てないけど。言うて安いレンズじゃないですけど、うん、まあ、本当にこいつがあれば、そのサブになってた6400がまだメイン機として生き返ってくる感じもしますし、これを機にですね、次どんなレンズ買おうかな、望遠とかちょっと興味あるなって方ですね、候補の中に入れてもらえたらめちゃくちゃいいと思います。もうほんまにめっちゃおすすめ、レンズ的に、ということで、実は APS-C 用の望遠レンズ、SL70-350G、紹介しました。ということで、またお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ナンピーの G スポット。君がくれたのは消えない甘い香り。君がくれたのは消えない甘い香り。僕がすごい響いてんだけど。家族。